ロベルト・チャルベル・ファラ・マクスードは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の男子、プロテニス選手。カリで育った、バジェ・デルカウカのテニス選手は、レバノンの家系の息子である。ATP ツアーで、ダブルス自己最高ランキングは1位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長190センチメートル、体重75キログラム。 2019年ウィンブルドン選手権男子ダブルス、2019年全米オープン男子ダブルス優勝。現在コロンビアのナンバーワンダブルスプレイヤーコンビで、フアン・セバスティアン・カバルとペアを組み、デビスカップにも出場している。テニスコーチの父親と元教師の母のもとに生まれ、3歳からテニスを始めた。母親のエヴァは元バレーボール選手でもあり、レバノン代表のキャプテンとして、 モントリオールオリンピックに出場している。南カリフォルニア大学でのカレッジテニスでは、4年生の2010年にシングルスで1位、ダブルスで2位になっていた。2010年にプロに転校した。2011年ウィンブルドン選手権で初めて同胞のフアンセバスティアン・カバルとペアを組み、そこからはほとんど彼とペアと出場している。しかし、初の ATP ツアー決勝進出時のペアは、 サンティアゴヒラルドだった。2014年のリオオープンでダブルスツアー初優勝を果たした。この年はマイアミオープンでマスターズ決勝進出もしている。2016年ウィンブルドン選手権混合ダブルスでアンナ・レナ・グローネフェルトと組んで決勝進出。2017年全仏オープン混合ダブルスでも同じペアで準優勝の成績を残した。2018年は 全豪オープンで初めて決勝に進出し BNN イタリア国際ではマスターズ初優勝も果たしたが自身の SNS でギャンブルサイトを宣伝したことで罰金と3ヶ月の禁止処分を受けた2019年ウィンブルドン選手権でとしてグランドスラム初優勝を果たすこれにより初の世界ランキング1位にも輝いた全米オープンでも優勝し ATP の 2019年最優秀ダブルスチームに選ばれた。2020年1月に ITF から禁止薬物アナボリックステロイドで陽性判定を受けたと告白し、暫定的な出場停止処分を課された。ボルデノンで陽性と判定されたことに対し、母国で肉を食べたことが原因だと主張している。翌月、過失なしと判断され、出場停止処分を免れることになった。 ありがとうございます。